皆さんこんにちは、ユリアと申します。今回からもう一つのエンディングを迎えたいためやっていきたいと思います。それでは何か進展があるまでカット。はい、10月16日火曜日午前まで来ました。今回はマータイジではなく阿部先生のところに行きたいと思います。場所は裏山です。裏山にしようかな、決めた。ふう、やっと終わった。でもまだ次の授業があるんだよね。ああ、学生は大変だ。さてと、お次はくーちゃん。教科書を取り出そうと机をゴソゴソしていると、校舎裏を見張っていたくーちゃんから鋭い念波が飛んできた。誰かが校舎裏に来たみたいだけど、こんな時間に誰が？これは見に行った方が良さそうだね。そうだね。はあ、なんか眠。これは独り言だから女の国長でいいのかな。いや、教室だから男の国長じゃなきゃダメじゃん。テイク2。はあ、なんか眠。私は独り言を言ってカモフラージュすると、机に突っ伏し昼寝をしているふりをする。くーちゃん、目を貸してね。誰？サクサクと生えっぱなしの草を踏む足音が聞こえる。見えてきた人影は誰？あ、阿部先生、一体こんなところで何を？阿部先生は特に変わったことなく散歩みたいに歩いてて、あれ、何か大事そうに持ってる。もしかして戸塚の剣？阿部先生が大事そうに抱えているのは古めかしいけど立派な箱だ。じゃあ戸塚の剣じゃないか。なんだかしっかりした箱だな。漆塗りとかそういう雰囲気。重箱か、すずり箱ぐらいの大きさで。ん？重箱？まさか。何？阿部先生が裏庭で早弁？まさかそんな。って、そんなわけないよね。トーマじゃあるまいし。そうそう。あーもう、発想がトーマみたいになってるよ。何でも食べ物に結びつけちゃうなんて。私ってはいつの間にこんなに意地汚くなっちゃったんだろう。おっとっと、落ち込んでる場合じゃなくて今は阿部先生だよ。こんなとこに何しに来たんだろう。あ、箱の他にバケツも持ってる。中には小さな園芸用スコップ。何、埋めるの？花壇でも作るのかな。じゃあ、あの箱の中には種が？なるほど、人知れず花壇を作って。頭の中にお花畑の真ん中でニコニコ微笑む阿部先生が現れた。かわいい。なあ、ものすごいものを想像してしまった。うわあ、それはない、ない、絶対ない。落ち着け私。びっくる、びっくる。何これ。でも阿部先生、一体何しに来たんだろう。そうだ、くーちゃんで。私はさらに精神を集中させて先生の心の声に耳を澄ます。だけど全く何も聞こえてこない。阿部先生、あれ、先生の心読み取れない。おかしいな、精神集中が足りないのかな。よし、もう一度。だけど何度やっても阿部先生の心は少しも読み取ることができない。あれ、くーちゃんの扱いには自信あったのに、もしかしてスランプ？とりあえず独身は諦めよう。そうだね。先生はフェンスに近づくと辺りをキョロキョロと見回す。誰もいないな。ん？トカゲがないことを確認すると、先生はフェンスに開いた秘密の抜け穴をくぐり抜ける。ついてってくーちゃん。かわいい。先生はまっすぐに山の中を進んでいく。どこに行くんだろう。
あんまり遠くに行かれると、何？う、ダメだ。やっぱりだんだん見えなくなってきた。ああ。対象が遠くに行きすぎちゃって、クーちゃんとの精神同調が維持できなくなってくる。もう音もほとんど聞こえないし。先生はまっすぐな大きな木の下で何か。ああ。もうちょっとなんだけど。ああ、そこまでだね。くーちゃん、戻ってきて。かわいい。何か気になるけど、後で自分で調べに行くしかないかな。そうだね。はい、10月18日、木曜日、放課後まで来ました。今回はマータイジではなく、ハテナのところに行きたいと思います。場所は、裏山です。裏山にしようかな。決めた。授業中に見た阿部先生の行動がどうしても気になって来ちゃった。放課後、裏校舎フェンスの秘密の抜け穴を通って裏山にやってきた。確か先生はここをまっすぐに歩いてったんだよね。これは独り言だから女の子口調でいいのかな。くーちゃんを通して見た景色の記憶をたどりながら山道を登っていく。くーちゃんで見た時は大した距離じゃないって思ったけど、結構ある？実際に登ると結構きついな。低い山だと思ってたんだけど、見た目より傾斜はきついし、足元はデコボコ。木の枝とかもすごいし、トゲのある変な草がいっぱい生えてて、めちゃめちゃ歩きにくい。怪我しないでね。山にもそれなりに慣れてるはずの私でも手こずる獣道。ジャージに着替えてくればよかったかも。そうだね。こんな道を両手に荷物を持ってサクサク歩けちゃうなんて、阿部先生って一体何者なの？同業者だよ。30分ぐらいは登ったかな。そんなに？夕焼けで周りがオレンジ色に染まる頃、私はようやく目的地に到着した。あった。確かあの木のところだったはず。ぼやけて見えにくかったけど間違いない。これって杉の木かな。とにかく他より大きくてまっすぐだから見間違いようがないはず。ん？あれ？これは何？木の周囲にかすかだけど地脈の気を感じる。この古着はその力で育ったのかな。地脈の力の強い場所にはそういった御神木が生えていることが多い。と、それよりも阿部先生がここで何やってたのか確認しないと。確かこの辺りに立ってたよね。阿部先生が立っていた辺りに移動すると、そこに地脈の気が集まっているのを感じる。阿部先生ってば、まさか地脈が読めるとか？まさか偶然だよね。でも気の流れを追っていると、何？一箇所だけ土が盛り上がっている場所があった。あ、そうなの？触ってみるとそこの土だけ少し湿っていて柔らかい。最近掘り返したって感じかな。盛り上がってるってことは何か埋めた跡？盛り上がった土は柔らかくて手でサクサクと掘れてしまう。あ、そうなの？手が汚れるのも構わず、どんどん掘り進んでいくとすぐに指が何かツルツルしたものに触れる。む、発見。土を払ってみると中から漆塗りの箱が出てきた。あんまり汚れてないからごく最近埋められたものに違いない。多分あの時阿部先生が持ってたやつだ。近くで見ると重箱じゃなくってすずり箱らしいとわかる。しっかりとした漆塗りでそれなりに高価っぽいし、ゴミだから埋めたとかそんなのじゃ絶対ない。でもなんでこんなところに埋めてるんだろう。ん？もしかして
これって埋沈術法ってやつ？そういえば結構前なんだけど、おじいちゃんのお供で行ったお役目で一回見たことがある。あ、そうなの？たたりや呪いを鎮めるために呪文を書いたお皿とか土器なんかを埋める呪法の一種だけど、その力を転じれば呪詛を かけることもできるはず、できるはずなんだよね。ん？これ、数だよね。図じゃない。点々ないよね、これ。これは呪いを鎮めるため？それとも呪いをかけるためのもの？多分鎮めるためだと思うよ。私にはわかんないや。中身を見たら、ひょっとするとわかるかもしれないけど、見よう、見ちゃおう。正直、見分ける自信はないかな。埋められていた、すずり箱を放っておく。開けてみる。開けちゃおう。開けてみる。へい、女はどけよ。なんて威勢よく言いながらガバッと。わあ、やっぱり怖くって。恐る恐るゆっくり蓋を開けてみる。キャッ、何？蓋を開けた途端、何かが弾けた。恐る恐る箱の中を覗いてみると、そこには粉々に砕けた皿が入っていた。もしかして今ので割れちゃった？さっきの音、もしかして私が開けちゃったから砕けたの？注意深く破片を眺めてみても、何かの文字が墨で書かれていたらしいことがかろうじて確認できる程度で、そこに何が書かれていたかなんてとても判断がつく状態じゃなかった。一体何の術だったんだろう。ここまでバラバラになったら、呪いか封じかどっちなのかもわかんないよ。持って帰っちゃう？もし阿部先生が学校に何かの呪いをかけていたとするなら、破ったのは良かったはず。まあそうだね。でもその場合、阿部先生がなんで学校に呪詛？それじゃあ阿部先生は敵ってこと？ううん、そんなわけないよね。そうだよ、学校を守ろうとする術だったかも。でもそれならそれで、私はそれを台無しにしたことになる。それはそれで最悪。どっちにしても私にとっては良くない状況だよね。私ってば、考えなしになんてことしちゃったんだろう。何もかもそのままで、私はそこから逃げ出すように走り出した。どうしよう、私。転がり落ちるみたいに山を降りながら、私の頭の中には一つの言葉だけが延々と巡っていた。何？私、どうすればいいんだろう。阿部先生に話しに行く？それとも綾乃さんに話す？はい、10月19日金曜日、放課後まで来ました。今回はマータイチではなく、ハテナのところに行きたいと思います。場所は中庭です。中庭にしようかな。決めた。調査の途中、私はふと中庭に足を向けた。そういえば中庭に神隠しのベンチっていうのがあるんだったっけ。気が向いたし、ちょっと調べてみようと思ったんだけど。何？あれ？どれだろう？わからないの？中庭にあるのは似たようなベンチばかりで、ぱっと見ではどれなのかわからない。だけど迷いながら観察しているうちに、あることに気づいた。何？一つだけ、どんなに他のベンチがいっぱいでも誰も座らないベンチがある。じゃあこのベンチ、人が座ってるってこと？いないけど。絶対あれだね、間違いなし。人気がなくなるまでしばらくかかったけど、待っている間もずっとそのベンチにだけは誰一人座ろうとしなかった。みんな結構信じてるんだ。
男子ってあまりそういうのは気にしないと思ってたんだけど、中庭に誰もいなくなったのを確かめてから神隠しのベンチに近づく。普通にベンチとして並んでいて、他のと見比べてみても全然違いがわからない。強いて違うところを挙げるなら、誰も座らないせいか他よりちょっとだけ綺麗ってぐらいだ。ふん、見た目は何の変哲もないベンチな気がするけど、これは独り言だから女の口調でいいのかな。でも少しだけ変な力を感じるような気もするな。変な先入観持ってるせいかな。気のせいかもしれないけど、ちょっとだけ気になっちゃうな。阿部先生もこれについて聞き込みしていたみたいだけど、試しにベンチに座ってみる。座ろうよ。座ってみる。やめておく。座っちゃう。座ってみる。うん、やっぱりここは身をもって調査しないといけないよね。でも変な噂があるのは確かだし、ちょっとだけ気持ち悪いかな。へい、たいましともあろうものが、ただのベンチにビビってどうする。女は度胸。思い切ってベンチに座ってみる。一瞬ゾクッとする感覚が足元から駆け上がってきた。なんだろう今の感覚、気味の悪い。慌てて立ち上がるけど、特に体に変化は起こってない。変な寒気がしたのも一瞬だし、ただの気のせいかな。私ではビビりすぎだよ。ヒヤッとしたのはベンチが冷えているからかな。きっとそうだってば。でもこれ以上何かあるわけでもなさそうだし、他の場所を調べた方がいいかな。そうだね、早く何か事件の手がかりを見つけないと。彩乃さんとおじいちゃんが怖いもんね。はい、10月20日土曜日、放課後まで来ました。今回はマーダイジではなく、ハテナのところに行きたいと思います。場所は昇降口です。昇降口にしようかな。決めた。どうしよう、この風。私は目の前の風を見つめる。噂のように先生が生徒たちに呪いをかけているなら、一刻も早く剥がさないといけないし、でも万が一逆に学校を守るためのものだったら。掲示板裏に貼られていた符を破る。そのままにしておく。破っちゃおう。破る。阿部先生が何を企んでるのか知らないけど、とにかく剥がさなきゃ。くーちゃんだって阿部先生に襲われたに決まってるんだし。札を剥がして、くーちゃんの恨みも込めてビリビリに破っていく。それまで発散していた力が手の中で失われていくのを感じる。これでよしっと。これは独り言だから女の国調でいいのかな。破った符は近くのくずかごにぶち込んで任務完了。こんなことまでやってるなんて本当に油断ならないわ。符の状態から考えるに、やっぱり結構力の強い術者みたいだし、阿部先生への対応はしっかり考えないとね。そうだね。そうだ、彩乃さんと阿部先生への今後の対応相談しとこう。そうだね。よくも。立ち上がりながら竹刀袋を捨てて刀の束に手をかける。よくも彩乃さんをこんな目に。やっぱり敵だったんだ。こんなことならさっさとこっちから仕掛けていればよかった。後ろ手に回った悔しさと自分の甘さに怒りを覚える。鞘を払った。ここから先は同じかな。待てど暮らせど阿部先生が現れる気配はない。たく、いつまで待たせるのよ。これは独り言だから女の国長でいいのかな。教室の時計がやけに大きな音を立てて秒針を刻む。さすがに昨日徹夜した上にこうも待たされていると、緊張の糸が切れて眠気がやってくる。打
とうと仕掛けた時、阿部先生来た？ふと何かの声が聞こえたような気がした。声？なんだろう、何か聞こえる。来た。ダカツ、出たな。誰かが呼んでる、私を。なんだかうっとりするような声で呼んでる。この声、すごく心地いい。危ないよ。行かなきゃ、カナメちゃん。私はふらりと立ち上がる。私は教室を出て廊下を歩いていく。体が誰か他の人のものみたいな不思議な浮遊感がある。あれ、教室で待ってなきゃ。誰を？私、誰を待ってたんだっけ？忘れちゃったの？とにかく教室に戻らないと。でも何のために？頭にもやがかかっていく。そうやって考えているうちにも、足はまるで自分の意思とは関係ないようにただただ動いていく。来たれ。はっきり聞こえちゃったよ。足が恋のする方へと向かっていく。そっちに恋の主がいるってことだけはわかる。会いたい、この恋の主に。危ないよ。どうしちゃったんだろう、私。焦がれるような恋への思いと同時に、どうにかしなきゃと心の奥底が危険信号を告げている。だけどその危険信号もゆっくりと霧に飲み込まれ、聞こえなくなっていく。ただ耳元に繰り返されるのは誰かのささやき。巫女よ、我が元へ来たれ。我が元へってお社のこと？すぐに行きます。洗脳されちゃったよ。ふわふわと体が軽い、足は勝手に動いて私を中庭に連れてきた。恋がだんだんと近づいてきているのを感じて心が踊ってくる。こっちから呼ばれてる。中庭に入ってから辺りに格段に濃い気が充満している。だけどそんなことはもうどうだっていい。早く恋の主のもとにたどり着きたい。来たれ。はい、向かってますよ。私を呼ぶ声は渡り廊下の向こう側から聞こえてくる。近づくと今まで塞がっていた北側の仕切り壁の一部が外れているのがわかる。まるで私が来るのを待っていたみたいに。来ちゃったよ。仕切り壁をくぐると目の前は鬱蒼とした木立に覆い隠された。草をかき分けてゆっくり進むと崩れかけた石造りの社が見えてくる。そしてその前には手に古風な宝剣を持ち何かをつぶやいている阿部先生の姿が。阿部先生？手術をかけてる？その瞬間頭の中が真っ白に染まった。バラバラだったパズルのピースが全部きれいに収まっていくみたいに私は完全に理解した。くぐれくぐれよ、血の輪をくぐれ。囲め囲めよ、社を囲め。何ですかそれ。うつつに誘拐の目をまかん。やっぱり阿部先生が全ての元凶だったんだ。早くあれを止めなきゃ。私は阿部先生めがけて思いっきり土を蹴って、先生の大きな背中に体ごとぶつかっていく。すみません。先生の目が驚きに見開かれる。神楽坂、バカが何をやってる。私にもわかりません。バカはそっちでしょ。もうここからは女の子口調だ。怒鳴りながら阿部先生の手から剣を払う。これ以上
学校に呪いをかけさせたりな、かけさせたりしないんだから。不意をついたおかげか、あっさりと先生の手から剣が落ちる。地面に落ちた瞬間、バチッと光が走った。すごい力を発していた宝剣の力が一気に発散され、失われるのがわかる。しまった、術が。宝剣を拾い上げながら先生が叫ぶ。出てきちゃったよ。その瞬間、間近から強笑が響き渡った。聞くものすべてを不安に陥れるような不気味な笑い声。何これ。慌てて耳を塞いでも笑い声は小さくはならない。木立や物陰から聞こえてるわけじゃない。すぐ間近の空間にスピーカーでも仕込んであるかのように、音は不自然に中空からにじみ出しているように聞こえる。もしくは脳に直接働きかけるような、そんな響き。巫女といえどやはり人、愚かしいものよ。どういうこと？その響きだけで魂が削られてしまうような、おどろおどろしく邪悪な声が響き渡る。何この声。会いたかった声だよ。私はさらにきつくキュッと手を耳に押し付ける。無駄だと分かっていても、そうせずにいられなかった。やがて冷たくぬらぬらとした生臭い宗教をまとった気が辺りを押し包む。そうだ、この声、私を呼んでいた声だ。私は耳から手を離す。いつの間にか声がそれほど耳障りだとは思えなくなっていた。出た。空間が断末魔のような悲鳴を上げて叫ぶ。出たな、高津。このゲームの黒幕、そしてもう一つのエンディングの主。そこから噴出したのは闇。燃え盛るようにたゆたう闇の中から人の形をしたものがにじみ出す。ぬるり闇色の異空間から、まず太くたくましい左腕が現れる。その左腕には闇を貼り付けたような黒々とした灰うねる蛇のタトゥーが刻まれていた。そいつは闇の中からこちらの世界へとゆっくりと具現化する。何、一体。くそ、出てきやがったな、ダカツめ。闇を散らして一気にそれは姿をそこに現した。それはドレッドヘアを振り乱し、サングラスをかけた筋肉質の大男だった。外見だけなら渋谷やどこかで見かけそうなレゲエファッションそのもの。渋谷にこういう格好の人いるかな。その姿とは裏腹に、男から発せられる気の大きさはこの世のどのようなものも持ち得ぬ強大なものだった。何このまがまがしい気は。流血からあふれたよどんだ気などとは比較にならない。男から発せられ、ここに充満しているのはもっと鮮烈で純粋な、息が詰まるほど濃密な闇の塊。普通の人ならこの気に当てられただけでも倒れてしまうだろう。これはまるで狂人、魔がつ神。私だって気をしっかり持っていないと意識を持っていかれそうだ。感謝するぞ、常世の巫女よ。はい。異形のものは異空間からゆっくりと足を踏み出す。彼が動くたびに闇の気が発せられ、あたりの気をさらに濃くしていく。
よくぞ不術師の卑しき結界を解いてくれたものよ。ああ、はい。打滑と呼ばれた男は安倍先生に目を送りながら、歯むしるいじみたいやらしい笑みを送る。え、私が封印の邪魔を？そうです。何、意味がわからない。まさかそこまでつけ込まれるとは、バカ野郎が。すみません。安倍先生が私をぐいっと後ろに引き、自分の背中に隠す。もういい、お前は下がってろ、カナメ。はい。何なの、この状態は。まさか先生は味方？そうです。だったら私はなんてことをしてしまったんだろう。この男を、魔が神を呼び出したのはあなたです。私なの？そうです。私は先生の背中を見つめたまま呆然としてしまって動けない。先生は私を背中に隠したまま手に呪符を構え、呪文を詠唱する。かい！ガチリンよ、宵闇にきらめく者よ、我が証拠に応え光の槍を降り注げ、かの者を縫い止めよ、救急如立よ。天から光の槍が降り注ぎ、高津の体に突き刺さり、大地に縫い止める。やったの？聞いてない？高津は面白くも情けに自らを貫く光の槍を眺める。取った。先生は手に持った剣の切っ先に呪符を刺し、力強く詠唱を始める。玄武の名をもって土国水となす、かの者の鱗を射抜け、とつかの剣よ。気合の声とともに符を刺した剣を高津の体に突き込むが、高津は微動だにしない。何、とつかの剣が効かないだと？そこなる巫女の力のおかげよ、貴様の結界を解き、我が術中へと落ちたの愚かな娘。全て私のせいです。高津は安倍先生の腕を持ち、体に刺さった剣を引き抜く瞬間、高津の体に無数に刺さっていた光の槍が砕けて刺散する。まさかこいつの木を使って身固め。なかなかに賢いな、東大。だが非力だ。高津がさっと手を振ると暴風が巻き起こった。うわ、安倍先生。風は先生を切り裂きながら私の目の前まで吹き飛ばす。先生、先生。私は倒れた先生にすがりついた。鋭い風が先生の体を何箇所もざっくりと切り裂き、噴出す血がワイシャツを鮮やかな赤に染めている。安倍先生、先生。激しく逆巻き続ける風から守るために、私は倒れた先生に覆いかぶさった。轟音がして、風が石の社をびっちりに打ち砕く。何、あの宝石は。崩れた社の中から赤々と光り輝く球体が姿を現した。うん、石じゃない、あれは純粋で強力な木の塊。あれがこの学校の怪異の原因？あんなものがあれば魔物たちが引きつられてくるに決まっている。くそ。安倍先生。先生が
顔をしかめながら起き上がる。ワイシャツの袖口から血がポタポタと滴り落ちた。高津は社の後に悠然と歩み寄り、宝珠に手を伸ばす。我、ついに龍珠を得たり。龍珠取らせはせん。先生がよろめきながら高津に向かって走る。高津はひょいと左手を先生の方に伸ばす。腕からタトゥーの蛇が這いうねり、無数に分裂しながら先生に襲いかかる。先生！黒い蛇は先生にびっしりと巻きつき、噛みつき、ゆっくりと肌を引き裂く。阿部先生！先生！何が起こっているんだろう。目の前で起こっていることなんだけど、映画のスクリーンの向こうの出来事みたいで現実感のかけらもない。阿部先生、今さら貴様ごときが我にかなうと思うか。阿部の高津はそう言い放ち、宝珠のような力の塊を掲げ、蛇が卵を飲み込むみたいに顎が外れるほど大きく口を開き、拳よりも大きいその字を飲んじゃったの。一息に飲んだ。なかなかの意味だ。味あるんだ。やけに赤い二股に分かれた舌が笑みの形の唇をぬらぬらと行き来する。この地にももう用。どっか行くの？くそ。阿部先生。ミコリ、何時に相応の褒美をやらねばなるな。いや結構です。サングラス越しの打滑の瞳が私を捉えた。ふっと自分の意志が塗りつぶされていくのを感じる。抵抗することはできない。逃げろ、カナメ。でも先生が叫んでる。だけど言葉の意味がわからない。私は高津に歩み寄っていく。危ないよ、そんなことしちゃ。その声を聞きたくて、その腕に抱かれたくて。ちょっと、また洗脳されてんじゃん。やめろ、高津。そいつには手を出すな。何時の口からかように甘美な目を引くとは思わなかった。阿部のって言いました？あの、ちょっと声が小さすぎて聞こえなかったんですけど。高津が心底楽しそうに笑む。行くな、カナメ。はい、そうしたいんですけど。先生の声がうるさい。なんてこと言うの。だけど気になる。振り向くと手を伸ばせば届く距離に赤く染まった先生の大きな手が伸ばされていた。今すぐ掴むんだよ、カナメ。阿部先生。高津の蛇の体を切り裂かれ続けながら、先生は私に向かって手を伸ばしている。まだ攻撃食らってんの。大人なのに、男の人なのに、先生は泣きそうな顔をしてる。もしかしたら泣いていたのかもしれない。私は高津の元に行かなきゃいけないのに、なぜか動けない。先生から目が離せない。大切なことを忘れている気がする。何だったか思い出せないけど。阿部先生。もらっていくぞ、龍珠。何時大切な巫女。私も
後ろから高津の太い腕が私の体に巻きつく。ちょっと何するのやめて。カナメ！安倍先生。高津に抱かれ、私は空を舞っていた。先生が足のずっと下で小さく小さくなっていく。あの、落とさないでくださいね。高津の唇に深い笑みが刻まれ、押し殺した笑いが漏れた。先生の姿が見えなくなった。どこまで行くの？同時に私の中で何かが。何？壊れた。連れさらわれてる。行くぞ我が巫女。どこに？連れさらわれてる。私どこに行くの？これ番外編で、かなめちゃん奪還編とかない？高津はかなめを片腕に抱き、宙へと舞い上がる。ちょっとこれ誰してん？かなめ石があった地からは、地味猛霊が竜巻のように吹き出している。少し離れてみれば、黒い竜巻にしか見えないだろう。金目を抱え上げた高津は、暗雲とまで埋め尽くされた天へと駆け上がっていく。高津に抱かれた金目は、魔にまみれた地上をうつろに見つめる。一粒だけ、その大きな瞳から涙がこぼれ、地上へと落ちた。高津は指で金目の頬に残った涙の跡をこすり、唇を寄せる。ちょっと！しばしの間、めでてやろうぞ、我が巫女よ。しばしの間ってどれくらいですか？そなたの体、そなたの心、そなたの魂を。ちょっと待ってよ、セクシーすぎるって。心ゆくまでな。ああ、はい。はい、もう一つのエンディング。元い高津ルート、正しくはバッドエンドを無事迎えることができました。そして今回をもちまして、放課後は銀の調べ完全攻略しました。約1年2ヶ月か、早いな。最後の続きというか、かなめちゃん奪還編とか本当にないかな。安倍先生を筆頭にみんなが助けに来てくれるエンディングないかな。すごい見たいです。てか安倍先生は大丈夫だったのかな。あの後助けが来て病院にちゃんと行けたのかな。いやー、今回のゲームもとても楽しかったです。そして何より柿原さんが出演しているゲームを実況することができて本当に嬉しかったです。まあ読めない漢字や読み間違いは多かったですが、というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。これは呪いを鎮めるため、それとも呪いをかけるためのもの、私には分かんないや。中身を見たらひょっとすると分かるかもしれないけど、正直見分ける自信はないかな。埋められていたすずり箱を放っておく。やっぱり下手に手を出さない方がいいかも。元のように土をかぶせて、ついでに枯葉なんかもかぶせて、わからないようにしておく。でも安倍先生があれよ、それともただの偶然？確かにあれは安倍先生があの時持っていたものだ。偶然に同じようなものが埋まってるなんてあるわけない。あるわけないけど何？だったらどうして安倍先生が、何のために。見た目は何の変哲もないベンチな気がするけど、でも少しだけ変な力を感じるような気もするな。変な先入観持ってるせいかな。気のせいかもしれないけど、ちょっとだけ気になっちゃうな。安倍先生もこれについて聞き込みしていたみたいだけど、
試しにベンチに座ってみる？やめておく。やっぱりやめておこう。ベンチがってわけじゃないんだけど、ベンチ周囲に何か気の淀みみたいなものを微妙に感じるんだよね。下手に座らない方がいいかも。弱いけど、何かの呪が本当にかけられているかもしれないし。でも、これ以上何かあるわけでもなさそうだし、他の場所を調べた方がいいかな。早く何か事件の手がかりを見つけないと、綾乃さんとおじいちゃんが怖いもんね。